司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。戸籍の中で改正原戸籍という戸籍をご存知ですか？戸籍は大きく分けて3つに分かれます。現在戸籍、これはまあ現在、まあ、例えばご自身が戸籍を取ると現在戸籍謄本が上がることになります。次に除籍謄本、これは戸籍の中に入っている人が例えば死亡したり転籍したり結婚したりして全員がいなくなった、まあ、抜点がされたという戸籍を除籍謄本と言います。では改正原戸籍という戸籍は何の意味というか、どういう戸籍のことを言うかと言いますと、改正原戸籍というのは法律で改正されてできた元の戸籍ということになります。ですので、本人さんが転籍とか死亡とかとは関係なく、国の法律が変わったから新しく戸籍を作りますよと。で、新しく戸籍を作ったら元の戸籍の名前が改正原戸籍ということになります。ですので、ご自身の事情ではなく、国のまあ言ったら事情で戸籍が出来上がるということになりますので、ご自身が例えば本籍を変えてないし結婚もしないけど何個か戸籍が分かれてるっていうのはそういうケースが考えられます。まあ、詳しくは当事務所までご相談ください。戸籍の内容について説明させていただきます。ご連絡先、ホームページ検索方法はこちらになります。相談無料でお伺いしておりますのでご連絡ください。司法書士の重森でした。